今夜お迎えしたのはこのお二人です。自己紹介をお願いします。はい、ケミストリーのどっちんです。よろしくお願いします。どっちんさんいらっしゃいませ。はい、ケミストリーの川端です。よろしくお願いします。川端さんいらっしゃいませ。ケミストリーさんいらっしゃいませ。ありがとうございます。すごい、夢のようです。改めて本物ですよ、ソネちゃん。本物。どうしましょう。いや本当なんです。私本当にずっと聞いて育ってたというか、甘酸っぱい声のね、はい、そこですよね、まあ、その僕らのことよりその甘酸っぱい声がどんな声だったのかっていう方がもしかしたら気になるかもしれない。そうですね。いやもういいからいいから。でもね、その時もなんていうの、初めての彼氏とかやっぱなんかそういう頃だから余計忘れないじゃないですか。でもいつでもケミストリーのお二人のその声を聞いたらその声の恋が蘇る、うん、恋と恋が分かんない恋と声が蘇る両方両方ナイスフォローでされてます。そういや本当そうなんですよ。でもね、そういう方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。ケミストリーのお二人、はい、昨年再始動をされて、はい、2018年が始まって今4ヶ月経ちましたけれども、昨年11月にリリースしたシングル「ウィンディ夢の続き」が6年ぶりのシングルだったんですよね。そうですね、はい、6年ぶりってことはそのレコーディング自体も6年ぶりだったってことですよね、やっぱり。そうです、はい、どうですか、その久々にお二人でレコーディングをしてなんか変わったな、お互いとかそういうとこってあったんですか。なんかあれですね、やっぱこう前日とか、まあ、レコーディングの本当その日を、ね、迎えるまではやっぱりこう、まあ、緊張感というかいい緊張感ですね。久しぶりなんで、ね、久しぶりに二人でやるぞみたいな。けどいざその日当日になると、まあ、今までのやっぱりもう10年やってきた流れというか、そうですよね、そういうなんかあの呼吸みたいなのあるんで二人とも、まあ、そういうのでバーッと組み立てていけたんで、やっぱり時間が空いてもお互い音楽活動ねしてましたし、そうですよね、そういった面ではそんなに違和感もなくスーッといけましたね。あ、これだこれだみたいな。なんかあれですね、久々にあの僕実家が広島なんですけど、はい、あの久々にあの実家のなんかあの、うんうん、水飲んだ感じっていうか、あ、帰ってきた感じなんですよ。ホームなんですよね。ね、そんな感じは。やっぱ自分の居場所がそこにケミストリーっていうところにあるんですよね。そうですね。素敵だな。なんかこう私も今32なんですけど、はい、なんか生きてて同じ水だなって感じる人がいるとか、うん、なんかそういう表現使うようになってきたんですけど、うん、その中で今なんかそのね、水っていう表現が出てきたから、うん、わ、かっこいいってちょっと思っちゃいました。水がかっこいいらしいよ。僕ちなみに周水って言って水がついてるんですよ。水ついてた、はい、全然かっこよくないですけど、すいません、はい、水祭りだ、水祭り。こっから水をちょっと引っ張れるかどうか謎ですけど、もういいです、切り捨てていきましょう。はい、いやでもね、なんかそういう意味でも私たちも再始動、再、うん、ね、うん、再活動、うんうんうん、されて、はい、めちゃめちゃ嬉しい気持ちで、ファン待望ですよね。皆さん待ってたし、お帰りなさいっていう感じですよ、本当に。なんかお二人がね、やっぱこれこれって思ったように、私たちももう二人の声を聞くと、はい、これなんですよっていう風になるんですよ。実感こもってるね、ソネちゃんね。すごい今感じました。感じましたよね今、うん、甘酸っぱい声の記憶ここに。そこにはちょっと僕わからないですけど、昔の彼氏がどうしても、そうですよね、どうなったのか知りたいですよね。しょうがない、そこ切り取りたいです。いや、甘酸っぱいものっていうのはね、っといたね、甘酸っぱいままにしておきたいじゃないですか。そうだよね、そうそう、甘酸っぱい水がね。甘酸っぱい水、うまい水さえ出てこないな、これ。なんだろう、すもも味みたいなやつ。天然水的な。なるほどなるほどね。ヒューヒューだ。そっか、私これだけ好きって言いながら実はまだライブに行ったことがなくて。あ、もうぜひ来てください。めちゃくちゃ行きたいです。最高ですよ、お二人のライブ。本当に行きたい。ねえ、もう水のような汗を。あ、出た。水そんな使っていいものなの。すごいすごい。ていうかここまで引っ張れる人いた。どっちんさんすごいな。まあ、水になりに行きます、じゃあ本当にね。水になりに行きますわ。いやでもね、はい、お二人、そんなお二人もまた6月にシングルを控えてるわけですよね。あの、すでに YouTube とかには上がってますね。はい、13ヶ月泣きますね。あのまたこうミュージックビデオは家族をね、なんかこうテーマにした感じの映像と作品じゃないですか。僕も聞かせていただいて、実はあのこの13ヶ月のレコーディングの現場にあの松尾さんを訪ねて行って、ちょうどあのまあ
ハーモニカのレコーディングの時に、僕、はい、スタジオにちょっとニヤミスだったんですかね。そうだったんですよ、ね、ちょうどお二人が出られて、この後また戻ってくるよなんてお話されてたんですけど、僕見学させていただいていて、そうだったんだ、はい、そうですそうです、もうちょうどこのまさにハーモニカを撮ってる時に僕スタジオにいて、最高の楽曲じゃないですかっていう、だからね、久しぶりに生で全部全生ですよね、ストリングスも、はい、はい、あんま最近ないから、そこら辺がこう今日はなんか久々になんかこう大人数いてワイワイで楽しいなみたいな、あバンド感みたいな、いいですよね、そういうレコーディングってやっぱちょっと胸熱になりますよね、やっぱりね、そのね、音出してみて聞いて、それをこう雰囲気をね気持ちで、あ今日ちょっとやっぱテンション上がるなとか思いますし、そういうのがいいですよ、ね、世界観みたいなものがよりこうグッとね、はい、深まっていってるのをもう曲を聴かせていただいても感じますけど、はい、またこの13ヶ月も本当にこう失ってしまった人とか、いなくなってしまった人とか、ね、会いたい人とか、そういう人を思い浮かべながら聴いたら、むせびなくむせびなくむせびなく、新しいです、すごいですね、その言葉あんまご聞かなかったですねここでですね、いや本当にそれぐらい、はい、こう人の柔らかいところに触れる本当素敵な楽曲だなって、ね、なんか僕たちにとってもすごいこういった楽曲ってなんか懐かしい感じもしたので、あ、そうか、だから歌ってて、ね、2人でね一発撮りで歌ってるんですよ、はい、それぞれじゃないんですか、はい、一緒に歌って撮ったんですよ、すごい、その映像を見たいですね、なんかいや もうそれも本当に久しぶりだったんで、鳥肌立つ、はい、すごいまたライブ感があったりというか、そうですね、はい、うわ、まあ、ちょっとそういう意味でもこの辺りで聞かせていただいてもよろしいでしょうか、はい、ぜひ、ウェブドラマリニューアル家族の主題歌13ヶ月ですよね、はい、では言っちゃったけど曲紹介をごめんなさい、はい、お願いいたします、 大丈夫ですよ、はい、はい、それでは聴いてください、ケミストリーで13ヶ月、いやー感動です、いやー本当に名曲だと思います、最高ですね、やっぱりこのお二人の歌声ってすごくこうおしゃれでかっこいいセクシーな楽曲ももちろんだし、13ヶ月のようなあったかい切ないっていう、そう、6月の20日リリースということで楽しみにして、はい、したいと思います、そしてね今歌声を聞いたらライブが見たいなと思ってる方もたくさんいらっしゃると思いますが、なんとベイエリアで会えるチャンスがあります、イエイ、よっしゃ、やった、5月の5日土曜日、そう、P アクプレゼンツ、ベイ FM フリムパラダイス、こちらね、幕張メッセの国際展示場1ホール特設ステージにて、ケミストリーのお二人が出演してくださるということです。はい、楽しみです。いやー、この日はだってね、フリマも楽しめるし、そうよ、そう、いろんなその屋台的な感じで食べ物とかもあって、かつ、素敵なライブパフォーマンスが見れるという日ですからね。ぜひ、BFM リスナーの皆様遊びに来ていただきたいと思います、そしてこの番組明日の音楽的にはですね、はい、前日の5月4日に公開録音、そうですね、はい、やらせていただきます、10時半からですね、まあ、焼きそばでも焼こうかなっていう、マジっすか、じゃあ私寿司でも握るかな、マジっすか、焼きそばから急に飛びましたですね全然ラジオでもなんでもないじゃないですか、ね、全く寿司面白いだ、まあまあ、キーボード持って私たちもね、はいはい、ライブパフォーマンスしたりだとか、はい、はい、まあ、お昼なのであんまりおピンクの話はせず、それでもすると思いますやっていきますのでね、ゲストに渡辺千尋ちゃんも迎えて、そうですね、はい、わかります、中央エントランス付近でございます、こちらも、ね、はい、ぜひいらしてください、さあそしてケミストリーのお二人と、はい、まだまだ、はい、お話したいのですが、はい、あ、もうそろそろ時間ってやつ早くないですか、そうなんですよ、あっという間なんですよ、いやちょっとお二人が登場する前にブルーノマーズの話をしすぎたな、いやごめんなさい、ね、ブルーノ失礼しました、いい、あ、行かれたんでしたっけ、僕行きました、あ、15日に、川端さんどうでした、超上がりましたね、盛り上がりますね、いややっぱなんか本当エンターテイメントですよね、感じましたね、終わり方の、はい、潔さすごいね、世界ってすげえと思いましたお二人でか、まあ、ケミストリーの二人から見てそう思うんだからやっぱすごいんだよね、これね、やっぱりね、まあ、でもね、それ話しすぎちゃったから、はい、まだまだお二人に伺いたいことがありまして、はい、ね、来週も出ていただけますでしょうか、
この合わせ方はなかなか難しいけど、いいよいいよ、いきますか、たたたりまえ、なんだこれ面白い、やばいやばい、今日噛み合ってない、あたたはね、さすがにいいですよ、あたた俺の辞書にはなかった、断っていただいてもいいので、もうこれでさよならしますって言っていただいても、やだやだ、ダメやだもちろんですとか何か分かんないけどね、あたたはあたたはちょっと微妙な、本当の件だけでしょ、あたたって言いながら目で合図してる、どうですか、そうです、あの合図どう受けていいか分かんないでしょそうです、ね、なかなか難しいですよ、ね、相方の受け止め方難しいですよ、ね、そうですね、すいません、あのぜひぜひ来週もまたお話をお願いしたいと思います、うん、ありがとうございます、よろしくお願いいたします、嬉しいです、ということで来週も皆様ぜひお聞き逃しないようによろしくお願いいたします、はいはい、あのそして私事なんですけど429に1もありますので来てください、はい、詳しくはホームページ見てくださいということで明日の音楽お届けしたのは秋水と私曽根幸恵とケミストリーの道珍吉国と川端かなめでした、ありがとうございました、また来週もよろしくお願いします。